片瀬片瀬とは、神奈川県藤沢市の南東部を指す地名である。1889年まで片瀬村と呼ばれた大技、または1947年までは、鎌倉郡に属していた片瀬町で、現在は藤沢市の13ある行政地区の一つとして、片瀬市民センターが行政を分担している片瀬地区、あるいは、 片瀬地区の中の中心部をなす住居表示上の故障としての片瀬という範囲の否三つの概念が並行して用いられている。片瀬地区の内江の島は別項で承述されているので、本校では片瀬地区の内原則として江の島を除く範囲、すなわち旧王あざの片瀬について述べる。旧王あざの片瀬は、近世以来の片瀬村の範囲とほぼ重なる。片瀬側、 古くは、片瀬川と呼ばれる、境川下流部伊東の地域で、鎌倉軍に属していた。現在の片瀬海岸3丁目と釘沼海岸1丁目との境界線は、道路に沿った人位境界線に見えるが、江戸時代後期のッ地図を見ると、この位置に片瀬川が流れており、引き地側は海岸砂丘に阻まれて、直接海に出ず、片瀬川川口近くに流入する支流として、 描かれているものがある。北西部の鉱山群、鍵沼村との境界線は、現在の流路より西側に大きく屈曲している部分が見られ、1965年、昭和40年の住居表示制定まで片瀬地区と鍵沼地区との境界線になっていた。この屈曲は、片瀬川の極流に基づく自然境界と思われる。北東部は地元で片瀬山と総称する丘陵の両線で、 鎌倉郡村岡村と接し、南東部は鎌倉郡、津村及び腰越,越村と接するが、かなり不明確な人意境界線で、江戸時代には数度の境界線争いが記録されている。南西部は相模湾で陸警察しにより江島村と結ばれていた。現在の片瀬地区は西を釘沼地区、北東を村岡地区、南東を鎌倉市腰越,越地区と接する。 旧片瀬村と旧港島村との関係を整理すると、次のような経緯がある。片瀬地区の地形は、東部の丘陵と西部の低地に2分できる。南部ほど顕著な海洋性気候が見られる。気温の変化は、冬の冷え込みが弱く、年角差が相対的に小さい。降水量は、初秋の秋林台風期にピークがあり、梅雨期がこれに次ぐ。風光は、 年間を通して、季節風よりも、海陸風の影響が顕著である。丘陵の自然植生は、鬼縛り小奈良群衆が多くを占めるほか、井戸田部野木群衆の自然林も見られる、団体林。片瀬の地名は早くも奈良時代、小僧院に残る、洋風牧所に、法瀬、片瀬里のご子種、大友首マロ、長養不一旦を調停に、 更新とあり、少なくとも五十個以上の豪固種のいる集落が形成されてたことがわかる。この集落はおそらく周辺の久家沼、辻堂地区の集落と異なり、単なる反農反魚村ではなく、片瀬川川口という地の利を生かした川口港を要し、港で働く人々が集中する集落だったことが想像される。これは、片瀬の集落名に、上町、中町、通り町、 大町といった町場を連想する人一名が多く、集落形態も家々が密集する形がこち図からも読み取れるからである。境川本流は藤沢塾付近で背が現れ、高瀬船でも航行が困難だったと思われるが、支流の柏集川は本流よりも漢字岡線区間が長く、深沢村から大船辺りまで航行できた。江戸時代の記録には、 年貢米の積み出し港として片瀬菓子の名があり、高瀬船で収荷された川筋の積み荷がここで200穀船などの外洋船に積み替えられた。鉄道の時代になるとその役割は終わった。商工としての片瀬は、当の昔に消えたわけだが、現在も片瀬川加工におび正しい船が見られる。シらス漁などの漁船や貸し切り、乗り合いの釣り船であり、プレジャーボートである。 プレジャーボートは、川口から新屋敷橋付近まで、両岸に不法経流されており、2003年、平成15年4月、藤沢市はこれを暫定的に認めることになった。かつては、片瀬江ノ島駅前で貸しボート屋も営業していた。2008年、平成20年4月、片瀬漁港改修工事が完成し、市場設備を備えた本格的な漁港として朝一夜、朝市や。 両子の学校の開催など、市民との結びつきも図られている。源頼朝が鎌倉に入ると、その裏門方向の七里結界の外側にあった、腰越,越、片瀬は鎌倉の入り口として、あるいは外苑としての位置づけが与えられた。典型的な例が処刑場である。自称4年1180人には、大馬影近藤氏が片瀬原で処刑され、 鎌倉時代後半には、流行に形状が設けられた。文英八年、1271年9月12日には、日蓮流行法難の舞台になったし、元の使者と聖中らが処刑されたことでも知られる。鎌倉幕府滅亡後も流行形状は存続し、北条時行もここで処刑されている。樹栄元年、1182年、源頼朝の祈願により、文閣が江ノ島に、 弁済展を勘定して以来、鎌倉武士の信仰を集め、その後も歴代の異性者の保護を受けた。江戸時代に入ると株音力の関係者や視覚障害者をはじめ、庶民の参経客が増え、関東総研業、杉山和一により、江ノ島道の道筋に多くの弁済展同票が寄進された。その数は全部で48期と伝えられ、内藤沢市内に現存する12期は、 市の文化財に指定されている。陸警島江ノ島へつながる陸警察は周花と呼ばれ、そこを通る江ノ島道を周備通りという。その両側には旅館や飲食店、土産物店、遊戯施設などが軒を連ねる門前町独特の景観見られ、島内の山道とともに1987年、昭和62年神奈川の町並み百選に選定された。 江戸時代末期、流行寺が自覚を整えると、参傾者が増加し、門前に、加戸や、住屋と、柏子や、柏屋などの旅館や、菓子店が並ぶようになった。安政五年、1858年から1899年、明治32年まで、横浜の外国人は、行動範囲を、居留地から十里以内に、制限されていた。その制限範囲内にあり、 空港明美で宿泊施設が整っていた、片瀬や江の島には、明治初期以来多くの外国人が訪れるようになった。ヨーロッパ式の海水浴という風習は、日本では片瀬から始まった。以下、詳細は、片瀬東浜海水浴場参照、片瀬の海水浴場組合結成の記録は、小田原急行、鉄鉄道への島線が開通した1949年。 昭和24年の6月のことであった。これは片瀬に海水浴場がなかったということではなく、むしろ鎌倉や大磯よりも古くからあったと考えるべきであろう。片瀬には東浜海岸に並行して、周備通りに旅館街が形成され、しっかりした脱衣場が備えられていたからである。1891年、明治24年、学習院が隅田川にあった。 遊泳訓練場を川口村片瀬に移す。1904年、明治37年には、片瀬海岸に学習院の寄宿舎平屋建、旧棟が翌年にかけて竣工し、3年後に学習院院長に就任した野木希典のふんどし姿の写真も残っている。しかし、1911年、明治44年、学習院は遊泳訓練場を片瀬から、 沼津御用邸の隣接地に移す。片瀬の海水浴場が一般客で混雑し、遊泳訓練場に適さなくなったのが理由とされる。1923年、大正12年9月1日の大正関東地震は、片瀬付近で1メートル近い地盤の流気を伴い、砂浜の面積が広がった。1928年、昭和3年には、神奈川県の手で、 湘南海岸一帯に、サボウリンの植樹川寺里、翌年神奈川県知事に就任した山形次郎は、湘南海岸一帯の国際観光地下を目論み、県営湘南水道、神奈川県道、片瀬大磯線、通称、湘南遊歩道路原国道134号の、敷設などが次々に退化した。湘南遊歩道路は、広い車道の両側のサボウリンの中に歩道が設けられ、 久げ沼から片瀬西浜には乗馬道もあるという、画期的な観光道路であった。現在の江ノ電駐車場のところには、野木将軍の銅像、水谷哲也作も建てられた。しかし、戦前の片瀬海岸の海水浴場はもっぱら、東浜に限られ、西浜は別荘族が泳ぐ姿はあっても、地引き網の漁場として存在した。1947年。 昭和22年4月1日、鎌倉郡、片瀬町は藤沢市へ編入合併される。このことにより、藤沢市は江ノ島を要する観光都市に発展し、片瀬西浜と国江沼を一体化して開発する基盤ができた。1954年昭和29年5月21日、神奈川県は湘南海岸公園都市計画事業を決定。 特許方式という民間事業を導入した公立公園建設に着手した。手始めに同年7月1日、日活資本の江ノ島水族館が日本における近代的施設水族館の第一号として誕生した。以降の経緯は湘南海岸公園を参照。1956年昭和31年、片瀬西浜、久鵠沼海水浴場を統合した。 江ノ島海水浴場共同組合を創立し、同海水浴場の警備員たちは、赤十字救急法救急員の資格を取得した、ライフセーバーが、艦、救助活動を始めた。彼らは1963年に、湘南ライフガードクラブとして組織化、日本初のライフガード組織として、先進地のオーストラリアハーイからノウハウを学び、活動するようになった。1959年、 昭和34年3月5日、藤沢市はビーチリゾートの先進地である米国のマイアミビーチ市と姉妹都市提携し、東洋のマイアミビーチを歌い文句に観光客誘致を図る。1964年昭和39年、江ノ島が東京オリンピックのヨット競技会場に選ばれたのを機に自動車競が島を結び、この前後は 片瀬の海水浴場来客数は500万人を、はるかに超え、日本一の海水浴場の名を欲しいままにしていた。以後、大腸筋騒ぎなどもあって、しばらく低迷していたが、2004年、平成16年には450万人を突破し、日本一の海水浴場に帰り咲いた。片瀬地区では、江戸時代から流行寺門前や周備通りなどに、旅館が営業していた。 富士沢に鉄道が開通した八百八十七年、明治二十年頃から、江ノ島道沿いの寺院や民家で、別荘用に、菓子屋や菓子間を提供る例が見られたようだが、砂丘や高地を別荘地として開発するのは、江ノ電が開通する1九百二年、明治三十五年頃からである。江ノ電は計画当初江ノ島道を路面電車として、普設する予定だったが、商売的である人力車不や、 片瀬川の早船の関係者などの反対運動に遭い、当時の大株主、山本家の所有地を経由して建設したため、片瀬の集落から離れた水田地帯を通ることとなった。これにより、久げ沼駅まではほとんど、久げ沼地区を通るようになったことは、すでに始まっていた、久げ沼海岸別荘地開発にとては好都合だった。大正時代になると、目白山などの丘陵斜面にも別荘が、 散在するようになった。小田急江ノ島線が開通し、湘南遊歩道路が開通すると、勘誘地の払い下げを受けて、西浜、片瀬海岸2から3丁目が、計画的地割りを持った住宅地として開発され、分譲された。ここはむしろ別荘地というより定住の住宅地として開発された。1936年、昭和11年以来、 カトリック聖コロン会が、片瀬の気幼稚園、片瀬の木小学校、片瀬の気候等女学校、カトリック、片瀬協会を次々に開設した。軍国主義が進行する中、片瀬ゆかりの日露戦争の英雄の名を冠したわけで、あるが、戦後、これら幼稚園や学校は、湘南白百合に改名された。1950年代、片瀬山丘陵の地形を利用して、 佐藤はサブローの手でゴルフ場が開設されたが長続きしなかった。その後地に1967年、昭和42年から1977年、昭和52年にかけて三井不動産手で開発されたのが片瀬山住宅地である。ここは整然とした小建て住宅の集合体であるが1970年代になると国道沿いに 中層の集合住宅が立ち始め、1980から1990年代にピークを迎えた。片瀬海岸の集合住宅や、最近の分譲住宅には、サーファーの居住を予想して、入り口付近にシャワーや水清層を設置することが流行している。住宅地の地下は、2014年、平成26年1月1日の工事地下によれば、 片瀬4から10から7の地点で22万7千円毎メートルとなっている。古くは、片瀬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 などとも書かれた。ほとんどが、現在の片瀬3、4丁目を中心に分布していた。1873年、明治6年5月1日に制定された。現在の片瀬地区における住居表示実施の経緯は、次の通り。 片瀬川の極流により、攻撃面が縁、体積面が背になるからというのが、一般的な通説である。しかし、これは、どの川にも当てはまるので、理由としては根拠に乏しい。砂浜の傾斜が極めて緩やかで、島影などのため寄せ波の力が弱い場合、浜津海はあまり発達せず、内陸まで波が寄せ、それが引き波になる頃には次の寄せ波が打ち寄せるように、見えることある。 このような波を、片瀬波と言い,い、片瀬の地名はそれによって名付けられたとの説もある。漁村及び商工であったが、明治期から別荘地として知られるようになり、現在は観光地として有名である。片瀬地区の仏教寺院は、片瀬山の山麓に分布している。常住の寺院は、北から片瀬山大聖院泉造寺、高野山新温州、宝。 盛山薬神密造寺、新聞州大覚寺派、流行山本蓮寺、日蓮宗、流行山津根律寺、日蓮宗、若光山流行寺、日蓮宗であり、泉倉寺の北方には、無重の岩や不動、石、小宮山九宝教寺がある。ここは、泉倉寺が管理しているから、新聞州としてよかろう。すなわち、北の三加寺が新聞州、南の三加寺が、 日蓮宗ということになるが、本殿寺と常立寺は、新言密教系寺院から、日蓮宗に改修たと言われ、流行寺はその後に創建されているから、かつては、新言衆寺院しかなかったことになる。上記の日蓮宗寺院のうち、本殿寺と常立寺はいずれも、流行山という三号を持つ。同様な寺院は、鎌倉市、腰越,越地区に、本世寺、寒行寺、 妙天寺、当然寺、本龍寺、方言寺があり、総称を、流行林番八家寺、または、片瀬越越八家寺という、日蓮の流行法難の地に立つ、若光山流行寺は、1886年まで、住職がおらず、これら八つの寺が、順番に霊場を守ってきた。江戸時代は、片瀬村の名主だった山本家の正太郎は、1873年、 明治六年、江ノ島道の片瀬川、石上の私の箇所に加強し、山本橋と命名した後に下流に同盟の橋が加強されたが、上山本橋と改名された。1878年、明治十一年の軍政志向より、長期にわたって鎌倉軍の軍長を務め、片瀬村北西部停止地を干拓して水田化を進めた。東浜に海水浴に訪れた。 行政学校の職員らと偶然で会って自宅に招き、学齢期だった、次男、信次郎、三尾三郎を行政学校に進学させた。さらに1907年、明治40年、野木真レスが学習院委員長に就任すると、片瀬遊泳指導時には、山本家が宿舎を提供した。翔太郎の長男百太郎は、若くより片瀬村の収入役、郵便局長などを務め、 江のでの大株主になった。百太郎は自宅近くの片瀬川に山本橋を加強し、砂丘上に砂リ林の黒松を植樹するなど別荘地開発のインフラ整備に努めた。次男、信次郎を後に海軍少将,将、三尾三郎を後に桂太郎首相の秘書は行政学校でカトリックに入信し、自宅にカトリックの仮制度を設けた。これが後にカトリック。 片瀬教協会に発展し、片瀬の気落ち園、小学校、高等女学校、戦後は、湘南白百合に改名の解説に結びつくのである。片瀬の集合住宅には次のものがある。これらの名称を見ると、所在地の片瀬よりも江ノ島、江ノ島あるいは、湘南を名乗るものが多く、江ノ電久下沼駅が、最寄駅の片瀬五丁目では、片瀬にありながら、 久げ沼を名乗る者が複数る。どうやら不動産業者にとって地域名のネームバリューは、湘南江ノ島久げ沼片瀬という順序があるらしい。江ノ島あるいは、江ノ島の故障は、対岸の片瀬海岸1から3丁目及び、久げ沼海岸に1から2丁目を含む一帯の、蒸気駅名をはじめ、組織名、企業名、行事名などに広く用いられ、 観光地への島はこの一帯を含んで認識されている。2018年、平成30年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。